局この一点にね炎が集中。はい、こんにちは、七尾です。今回はですね、私が山登りのテント泊でメインで使っているストーブ、外のウィンドマスターのいいところ悪いところをお話しようと思っています。私がね主に使っているのは、このウィンドマスターと、こっちがねプリムスの IP2243、 これの2つを大体使っています。今日はこっちのプリムスじゃない外の、マイクロレギュレーターストーブウィンドマスターをのお話をしようと思います。まずねこのウィンドマスターなんですけども、購入時はね、これ今4本足の五徳ついてるんですけども、購入時はこの3本足の五徳が標準装備です。この私がつけている4本足五徳は、別売りですのでね、まあ、クッカーを乗せた時にね安定感をね求められる方は、まあ、この4本足に されることを、まあ、お勧めしておきます。標準装備の3本足はね、まあ、不安定なのかって、まあ、言われても、それ用のクッカーで使う場合は、まあまあ、それ用のクッカーであれば、まあ、問題はないと思います。私もねなんとなく4本足のごとくも一緒に買ってしまったんでね、3本足のごとくに、まあ、不満があったわけではありません。まあ、逆にね特にね軽量化を求められるのであれば、この3本足のごとくで、まあ、十分だと思います。まずこのウィンドマスターのこの一番いいところなんですけどね、まあその名の通り風に強いことです。少々の風では風防はいりません。まあ少々というかね、もう相当吹いてても、もう、風防はいらないと思います。私はねこのストーブを使い出してから風防を使ったことは一回もありません。先日のね駒ヶ岳キャンプでも風がそこそこ強かったんですけども、私は風防なしで余裕でした。周りのね、テント泊されてる方は結構風防でストーブを囲ったりされてましたけど、私は何ら問題なしに風防なしで使っていました。そして次ですけどもね、これはね先ほどの風に強い構造から来ていることだと思いますが、非常に燃焼効率が高く燃料を無駄にしない燃焼を行ってくれることです。マイクロレギュレーターという構造を持っていまして、この構造によりね気圧の低い高い山高山ですねや、低温下でガスが気化しにくい状況でも安定して燃焼してくれる構造を持っています。風に強いストーブだからといってね無駄にガスを強燃焼させているのではなく、その設計された構造により安定した燃焼を実現されているんだと思います。以前はねプリムスの153ウルトラバーナーという強燃焼のストーブを使っていました。このストーブはね風に負けない強い燃焼をするストーブだったんですけども、案の定ねめちゃめちゃ燃焼効率が悪くてすぐ燃料のガスがなくなるストーブでした。そのことを思うとねこのウィンドマスターはすごく燃費もいいので、いつも最低限の燃料で済むのでとても助かっています。そして次にいいところは比較的軽量コンパクトであること。やはりねザックに背負う道具は少しでも軽量コンパクトがいいに越したことはありません。数あるストーブの中でも軽量コンパクトな部類に入ります。結構ねこっちと比べてもねこっちはね結構重たいんですよ。これはねすごくやっぱり軽く作られていまして、で、まあ、まあ当然まあコンパクトに、まあ、収まります。形状から見てもらえれば。さて、大体いいところはこのくらいですけども、この外のねウィンドマスターは登山用のストーブとしては最強ストーブと、まあ、呼ばれています。まあ先ほど述べた理由から考えれば、まあ当然かもしれませんね。そしてですね、私が考えるウィンドマスターの悪いところです。悪いところはこのね炎がね中心に集まるところです。まあ、火をつければ
局この一点にね炎が集中してしまう。まあこれはもう割と登山用のストーブではもう当たり前のことなんですけども、これはね、私が他のバーナーとかストーブを紹介するときに散々言ってることなんですけどもね、炎が中心に集まるとねフライパンを使うような調理には不向きなんですよ。熱が一点に集中してしまうので、お湯を沸かすだけであればね何ら問題はありませんが、平地キャンプのようにいろいろ調理を楽しむ場面では使いづらいストーブといえます。まあ私がねこっちのプリムスの IP2243 を愛用している理由はまあこういう理由なんですね。この IP2243 はこのようにね炎が分散するんですよ。こっちは一点に集中、こっちは分散する。まあ結局こういう形であれば家庭のガスコンロとかと同じ形ですよね。ですのでまあ調理がしやすいということです。熱が分散するので、まあ唯一の弱点といえばまあそういうことですね。まあこれがね私が、山では外のウィンドマスター、平地キャンプはプリムスの IP2243 とまあ使い分けてる理由です。理由でもありますね。ということで今回はね外のマイクロレギュレーターストーブウィンドマスター SOD310 のいいところ悪いところのお話でした。どうもご視聴ありがとうございました。